イドウもこんにちは。僕はズンダモン。今回もストローク実況をしていくのだ。12月2日に強化調整を授かった新星竜。前回の動画で勇士たちによる情報提供のコメントをお送りいただきました。それらの情報と調べて判明した情報から本物竜の新しい立ち回りが見えてきたのだ。ということで今回は強化された竜の新常識8選を紹介させていただきます。その1、画面中央の旋風脚。今までは旋風脚を当ててもオーバードライブ空中竜巻につなげる選択しかありませんでしたが、空中竜巻という選択が増えてくれました。旋風脚から空中竜巻を当ててプラス38フレーム有利のため、画面中央の場合前ダッシュを2回したらちょうど0フレームで5分状況になるため NG。 前ダッシュ6強 P とやるとちょうど相手の起き上がりに重ねることができます。お手軽に攻め継続ができますが、起き上がり1フレーム目に重なるためジャスパが怖い。おすすめなのが旋風脚、空中竜巻から生ラッシュ。生ラッシュから何もしなくても投げ前でプラス12フレーム有利を取ることができます。旋風脚、オーバードライブ空中竜巻は当ててプラス47フレーム有利。生ラッシュで攻め継続はできますが、ドライブゲージを合計で3本消費するので燃費が良いとは言えません。旋風脚からコンボ締めした場合、空中竜巻1700ダメージ、オーバードライブ空中竜巻2300ダメージ、600ダメージの差があるため一長一短。一概にどちらが良いか言い切れませんが、燃費の良い空中竜巻締めから置き攻めを仕掛ければドライブゲージを温存しつつ画面端に追い詰めることができます。その2、画面端の旋風脚。画面端で旋風脚、空中竜巻を当てても強力なセットプレイを仕掛けることができます。旋風脚、空中竜巻2弱 K 6中 P 持続中弾を重ねることができて、当たればプラス5フレーム有利を取ることができます。画面端でドライブゲージが枯渇していた場合はオーバードライブ空中竜巻につなげるのではなく、空中竜巻から中弾セットプレイが強力、コンボ選択の判断を見極めたいのだ。その3、オーバードライブ側頭からの旋風脚。空中吹っ飛び状態の相手にコンボパーツとして使えるようになった旋風脚。有志からいただいたコンボを紹介させていただきます。オーバードライブ側頭から尾前歩き旋風脚、空中竜巻を低空で当てることで前ダッシュ、前ダッシュから投げ前でプラス3フレームかプラス4フレーム有利を取ることができます。水落ち砕きからはオーバードライブ側頭をつなげることが容易のためよく多用するのですが、6強 P、2中 P、オーバードライブ側頭、中竜巻、2690ダメージ、6強 P、2中 P、オーバードライブ側頭、尾前歩き旋風脚、空中竜巻、3055ダメージ。今までは中竜巻をつなげるしかありませんでしたが、今回の調整で一気に365ダメージアップ。中竜巻のドライブゲージ増加量は3500、旋風脚、空中竜巻は4500。ドライブゲージ増加量も先行上し、オーバードライブ側頭を実質ドライブゲージ 1.55 本の消費で済みます。一見するとあらゆる面で強化を受けているわけですが、オーバードライブ側頭からの旋風脚は難易度が高いということです。オーバードライブ側頭、尾前歩き旋風脚のタイミングがシビアで、低空で当てようとして空振りしてしまったり、空中竜巻後の前ダッシュ、前ダッシュ投げは最速入力が必要のためコマンド操作がむずい。さらに尾前歩き旋風脚に失敗すると投げ前にならなかったりします。新しいおもちゃが手に入りつつ修練が必要という絶妙な強化なのではないでしょうか。その4、波衝撃からの旋風脚。強波衝撃からでも旋風脚コンボがつながるようになってプラス43フレーム有利を取ることができます。ジャンク攻撃を重ねることのできない疑似詐欺飛びとなっているのですが、ジャンク頂点付近で空中竜巻をすることで2段目の当たり判定を重ねることができます。難易度が高いため正直おすすめしません。ただし旋風脚を遅らせることによってプラス41フレームかプラス42フレーム有利を取ることができるため、ディレイをかけていきましょう。強波衝撃からのノーゲージコンボ比較。強波衝撃、弱波衝撃、弱小竜拳、2380ダメージ、プラス37フレーム有利。強波衝撃、旋風脚、空中竜巻、2320ダメージ、プラス43フレーム有利。弱
干ダメージが下がりましたが、サギと微酸子を仕掛けることができるためおすすめなのだ。カウンターヒット弱破傷撃、旋風脚、空中竜巻、2360ダメージ、プラス41フレーム有利。旋風脚をディレイするしないノームに関わらず、必ずプラス41フレーム有利を取ることができます。チュンサギ飛びが可能のため弱破衝撃カウンターヒットした場合も旋風脚コンボがおすすめです。その後強速塔からの中小流拳、前回強速塔から中小流拳がつながることに大興奮してしまいましたが、中小流拳で締めると若干火力アップはするもののプラス32フレーム有利となってしまうため、セットプレイによる攻め継続が大幅に弱体化してしまいます。強速塔、中小流拳、前ダッシュ、五強 P、 前ダッシュ、五強 P をすると持続重ねができます。当たっていたらプラス8フレーム有利で五中 P が届く場合、ガードされてプラス2フレーム有利。中小流拳締めだとセットプレイが急激に弱くなるため、真小流拳を使う時だけにしましょう。そうでない限りは今まで通り弱小流拳締めをした方が攻め継続が圧倒的に強いのだ。またコンボが長くなればなるほど火力差が縮まってしまいます。五中 P、 四強 P、 ダッシュ五強 K、 美前歩き二強 P、 ダッシュ五強 K、 五強 P、 ダッシュ五強 P、 四強 P、 強速と中小流拳、真小流拳、6068ダメージ。弱小流拳の場合は6060ダメージ、たったの8ダメージしか上昇していないのだ。その6、強波衝撃からの強速塔、強波衝撃からドライブゲージ4本消費して強速塔から強小流拳がつながるようになりました。強波衝撃、ラッシュに強 P、 ラッシュに強 P、 強速塔、強小流拳、3505ダメージ。中速塔、強小流拳は3446ダメージのため59ダメージアップ。以前ショート動画で紹介した強波衝撃からの全ゲージ消費コンボ6164ダメージでしたが、今回のアップデでコンボレシピ変更。パニカンも狂気、強波衝撃、ダッシュ4強 K、 ダッシュ4強 P、 ダッシュ2強 P、 強速と強小流拳、真小流拳、6206ダメージのため42ダメージもアップしたのだ。その7、ワンアウト状態の強速と、ワンアウト状態の相手に強速塔をガードさせればプラス1フレーム有利が取れるようになりました。削り325ダメージからも弱 P、 弱波衝撃で削りループに持ち込むことができます。弱波動拳を打つと相手が垂直ジャンプで避けるため、ラッシュ五強 P、 強速塔を以前の動画で紹介しました。着地でガードされた際連続ガードにならないためスーパーアーツで割り込まれるリスクがありましたが、強速塔は発生2フレーム早くなったため連続ガードになりました。垂直ジャンプの相手にはラッシュ5強 P、 強速塔を使うようにしましょう。その8、オーバードライブ波衝撃の削り、削りダメージが225から275に上昇したオーバードライブ波衝撃、ワンアウト状態の削り連携はノーゲージから全ゲージ消費まで全てのレシピで200ダメージアップ。2中 P、 オーバードライブ波衝撃、4回強小流拳、1450ダメージ。2中 P、オーバードライブ波衝撃、4回真空波動拳、1600ダメージ。二中 P、 オーバードライブ波衝撃、4回真波衝撃、1850ダメージ。二中 P、 オーバードライブ波衝撃、4回強小流拳、真小流拳、2500ダメージ。二中 P、 オーバードライブ波衝撃、4回強小流拳、クリティカルアーツ、2750ダメージ。以上、今回は強化された竜の新常識8戦の紹介をさせていただきました。覚える量が一気に増えて既存の立ち回りを変更する必要が出てきました。全体的に火力アップしたことと選択肢が増えたため竜の技術介入度が高くなった印象です。生ラッシュを早くしてほしかった方が多いと思いますが、竜の個性を伸ばした調整のため満足しているのだ。最後に今回の調整でたった一つだけ弱くなったところがあります。破産連撃から強速塔の持続重ねができなくなったことです。ガードさせればプラス3フレーム有利を取れたのですが、全体フレームが3フレーム短くなったことでなくなりました。
天神連機派生ができるようになった絵まではほとんど使うことはないため気にする必要はないのだ。ご視聴どうもありがとうございました。